どう思われますか。どう思われる。青木の問題ですね。進むしかないんじゃないですか、これはね。もう、そうです。青木さん側は認めてるわけですから。認めた、そうですね、全部認めましたね。高橋氏がどういうになるのかなっていうことですかね。この裁判の中で、スポンサーの決定は全て理事会が森さんに一任したということが言われたんですけれどもね。まあ、理事会っていうか、もともと私に一任されていたっていう認識があったということを森さんが喋ってたっていうことが分かっていたということです。まあ、これはだけど森さん喋んなくてもまあそんなもんだろうなって、まあそういう世界にいる人間には分かるわけなんですけどだからそれでしかもその高橋氏を理事に推薦したのが武田さんだったってことまで森さんは言ってますからね。はいはいはい、だからそうなるともう分かりますよね。わかりますよね。でもそこまではいかないんですよね、この裁判はね。そう、裁判というか検察の動きは、ね。うん、ニュースオフエイドスタートです。あと萩生田政調会長の話、はい、はい、これはまあ、あれですよね、今岸田さんのにとってですね、最大の、まあ、実質の対抗勢力っていうのは旧安倍派ですから、ね。でまあ、萩生田さんというのは、まあ、安倍派の次をですね狙っている人ですから、ですからまあ、あれですよね、安倍派を代表してっていうかな、まあ、安倍派というのはずっとこれ増税には反対をしていた、先週ですか、税制大綱がですね決まる時のですね、まあ、自民党の中でいろいろ議論があったわけですけど、まあ、増税防衛費増強するためのですね財源で増税をするっていうことに関して一番こう反対の声を上げてたのはこれ安倍派ですから、ですからまあ政局的なですね、思惑もあって、まあ、さっき そのニュースのコメントにあった通りですね、まあ、岸田政権を牽制して見せているということは僕は間違いないことだと思いますよね。はい、ニュースオペードスタートです。 KW さんはイーロン・マスクのツイッター買収を選ばれていますが、まあ、今すごく話題になっているツイッターファイルズの開示がちょっとアメリカのツイッター界隈と、まあ、保守層の間ではすごく話題になっているんですけれども、まあ、アメリカもこれ全然ニュースでやらないんですね、 CNN あたりは。まあ、日本なんかもイーロン・マスクが、まあ、買収した後にいろいろ反感を買うようなこと、批判を受けているようなことに関してはメディアに出すんですけども、このツイッターファイルズそれに関しては全然報道していないので、それについてまあずっと割と僕はしつこく粘着していて調べているんですけども、まあ、それについて話したいなと思って、割とそのリベラル系の記者が挙げてるっていうのもまたちょっと面白くて、ここからどうなるんだろうなっていうのは本当に気になるところですね。ニュースオペードスタートです。談合ルートっていうか、まあ、完成談合ルートって言った方がいいと思うんですよね。うん、でこれはもう狙いは明確に組織委員会なんで、3月に解散した清算人がもう一回それもなくすって言ってますけど、まあ、武藤事務総長がお手盛りですよね。組織委員会の事務総長だった武藤敏郎さんが清算人の4人のうちのトップやってるというね、まあ、自分たちのチェックをですね、監査を自分でやるなんて、こんなことはありないじゃないですか、どこの国でもどこの企業でも。そうなったら誰でもできますよ。そんなことあっていいんですか。いやもう平気でやろうとしてるんですけど、だからそこはおいおいちょっと待てよってなったのが今回の検察のこの完成談合ルートですね。ですから公正取引委員会とともに合同の捜査チーム立ち上げて、こちらの方は独禁法も含めて逃がさないよと、高橋の方はもう終わったと、だけどこっちの方では誰か取るぞというまあボールを投げたわけですね。だからそこの部分が今映ったというところです。ニュースオペードスタートです。談合があった場合に一番早く私が談合しましたって言った企業とか人が無罪になるというね、事実上アメリカでいうと司法取引です。で、まあ、日本もね司法取引一部認められるようになって法改正されたんで、これをやったのが ADK なんですよ。うん、ADK がもう一番最初に私はもう、談合やりましたって言っちゃったんです。独禁法違反が成立しちゃってるわけですよ。で談合罪も成立なんです。ただ問題はその談合罪の上に完成談合というね、また別 の法律なんですけど、これはここまでいくと今度完成談合というのはこれ金額に関係なく国民の税金をちょろまかしたと、公務員とかみな、いわゆるみなし公務員でもいいんですけど、これになった瞬間に罪がめちゃくちゃ重くなるんです。つまりここが狙ってるんですけど、今この段階まではもう来ちゃったわけですね。ニュースオペードスタートです。
受託収賄罪で起訴された大会組織委員会元理事の高橋治之被告について裁判所は保釈を許可しました。なぜ保釈っていうのは許可されたんでしょうか。まあ、そもそも長いと、拘留されている期間が130日ぐらい拘留されていて、その人質司法って日本が世界に誇るよろしくない伝統があって、罪を認めない限り保釈しないというね、悪しき伝統があって、まあそろそろいろいろ各方面からちょっと問題なんじゃないのっていう声が出始めていたっていうのもあって、あと結局5つのルートでこれから裁判やるんで、どこかのタイミングで保釈しないと延々とこの5つのルート全てで、ね、交流してるっていうのはちょっとやりすぎかもしれないなと。っていうのはもう青木ルートはもう青木側が全部認めちゃってるんで、あとは量刑判断だけなんでね。ユーズオペードスタートです。こっちの方はその組織委員会とやっぱり電通なんですよね。電通がまあ中心になって取りまとめているわけで、組織委員会のトップ、会長トップだっていうんだったら森さんだったわけだけども、事務関係の局長は武藤さんなわけで、じゃあ最終的に一体誰がこの談合を全て OK したのか。これ結局ね、本大会まで含めれば200億円の発注が起きていて、しかもそのもう中身がめちゃくちゃで、1人のその人件費が30万円とか、そういうものも全部 OK になったままで話を通していたので、その契約書っていうのは全部武藤さんがちゃんとハンコを押してあるわけですよ。だから彼が全く何も知らないなんて絶対通らないから。もう一つは電通のその担当者を引っ張れるかどうか。ユーズオペードスタートです。先ほどの鳥獣戯画のウサギをね、こんな風にしてみました。はい、ススキか何かを持って遊び回ってましたけど、今もう岸田さんにふさわしい武器といえばもう槍、もう投げ槍の槍ですからね。これで岸田さんは何を投げやりしてるかっていうと、僕はやっぱりコロナ対策だと思うんですよね。正直言って年末年始僕もですね、いろいろもう知り合い身内とかがですね、かなりコロナになったんですよ。もう今だから発熱外来っていうのももう機能してませんし、で発熱外来以外のとこは受け入れてもくれない。でこんな事態にもかかわらず、やっぱりコロナの方の休業保障もなければ、もう本当医療現場ってコロナが一番最盛期の頃みたいなね状況がまた戻ってるんですよね、はい、そうなんですよ。一部のニュースで本当にちょっとしかニュースでも出てこなくなっちゃったから。ニュースオペードスタートです。バイデンさんと福田さんがにこやかに肩を組んでるようなね写真が出てきてる、なんか微笑ましい感じもしないことはないんだけど、実は大変なことが、まあ、去年の末からっていうんでしょうかね、去年の12月から起きてるんだと思うんですね。でそのことは割とこう日本のニュース見ててもね、なんとなくインパクトがないんですけれども、例えばロイター通信がどういうふうに伝えたかというと、まあ、戦後最大の軍事強化というのを日本がやっている、それによって70年以上続いてきた平和主義というところから脱却する瞬間だというような表現の仕方をしてるんですね。それほど、まあ、大きな方針転換というのは行われてるんですけども、どうも日本のメディアだけの報道だけ見てると、そういうインパクトが伝わってこないというのは僕はすごく心配していることですね。ニュースオペードスタートです。現在、緩和縮小がですね、いつ変わるのかという、おそらく日銀総裁の、後任人事がもう、水面下で始まってますから、そうなるとおそらく緩和縮小への動きが出てくると思います。で その時がおそらく日本の経済の一つの潮の変わり目になるのではないかと思いますね。ただ今日の発表では物価見通しは徐々に下がっていくと、今年度は 3% ですか、来年度は1.8 ぐらいだったんです。そしてインフレ自体は収束、落ち着いていくというそういう板なんで、あまり目先のことで物価がね上がるのは大変、困るという気持ちは分かるんですけども、大体落ち着いていくのかなという感じはしてます。そうであってほしいなともう心から願うばかりです、ありがとうございます。さあ続いて